グリュエールチーズは、水ス素スグリュエール地方原産のチーズの一種。チーズフォンデュやラクレットによく使われるほか、フランス料理では、エメンタールチーズと並びグラタンやキッシュ、クロックムッシュ、オニオングラタンスープなど、主に調理用によく用いられる。牛の生乳を熱して、原料とし、黄色からオレンジ色の外皮に包まれた、やや下に結晶を感じる蜜に詰まったチーズで、 塊の大きさは直径 55cm から 65cm、高さ 9.5cm から 12cm、重さは 25kg から 40kg である。内部に穴は開いていない。フランス語では伝統的に硬質チーズをグリュイエールと呼び名表していたが、2001年にはスイス、2007年にはフランスで奥の指定を受け、無空室のグリュイエールの呼び名は、 スイス産のものに限られている。2012年末には欧州連合の決定によりフランス産のグリュエールチーズにも産地特定表示が認められたが条件としてサクランボ台の穴が開いた有空質と明記されこの点で無空質のスイス産グリュエールチーズとは区別される。ギリシャではグラビエーラと呼ばれるグリュエール風のチーズが生産されている。ありがとうございます。